ゴルフのスイングの難しいところって、指導で遠心力の波に乗せるのが難しいというか、どんどんクラブが逆の8の字こうやって描いてきちゃう人とか、もう手の中でクラブの特性を感じて引き戻す引き戻す。学芸大ゴルフスタジオヘッドコーチの金濱海太です。学芸大ゴルフスタジオ、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。連続するはいポイントがあればなるほどお願いしたいなというか。わかりました。今回は学芸大ゴルフスタジオオープン記念ということで、ヘッドコーチである金濱海人プロに、昨今多くのゴルファーさんたちが練習に取り入れている連続素振りについていろいろと質問してみました。なんで連続素振りがいいかっていうと、だんだんこうやって揺らしてる間にクラブの遠心力がかかってくるので、こっちに行ったクラブをこっちに引き戻す、こっちに行ったクラブをこっちに引き戻すっていう、この連続がどんどん引いて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 っていう風に、手の中に引く感覚っていうのを感じ続けるっていうのができるのが連続素振りなんですね。ゴルフのスイングの難しいところって、指導で遠心力の波に乗せるのが難しいというか、なのでまだこのクラブの特性っていうのをうまく手の中で感じきれないって方たちは、ボールを打つっていう練習ももちろん大事なんですけど、もう手の中でクラブの特性を感じて引き戻す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 っていう感覚を手に入れるってことをしてもらいたいなと思いで、はい、連続素振りをしてもらってます。ではどういうふうに連続素振りをするのがおすすめかっていうと、まずはこのクラブの特性を順番に理解していくって感覚が必要だと思ってて、まずはこの長さですよね。クラブの長くて軽いものを自分の器用な手の方、利き手の方で指に引っ掛けるように持っていただいて、この状態ただブラブラ揺らしていく、ブラブラ揺らす。そうすると、あ、棒を振る感覚ってこういう感覚なんだなっていうのがなんとなくつかめると思います。そうそうそう。で今度はこの特性をまた足していくんですね。そうするとこの L 字の特性、 L 字の特性をまた感じていくために、もう一回右片手でちょっと短めに持って、またこれもブラブラ揺らしてみ、揺らしてみ。そうすると遠心力によって自然とフェースがターンしていく感覚とかもつかめてくると思います。で最後にこれを両手でもその特性を感じたままできるかっていうふうにつなげていきたくて、なのでこの右片手でブランブラン振ってる中に、まあ左手をちょっとつまむ程度でもいいので仲間入りさせていきます。でだいたい最初やり始めの人とかだと結構邪魔しちゃいます。左手がこういうふうに邪魔したりしちゃうんで、これを邪魔せずにブラーン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 って触れるようにしていくっていうのをちょっとずつしていく。で徐々に自分のいつものグリップの形に近づけていって、ブランブラン振ってみるっていう順番でしていくと、結構皆さん自然な連続滑りができるようになると思うので、こういう感じでやっていただけたらなと、はい、思います。ダメな連続滑り、あまりダメって言葉使いたくないんですけど、まあせっかく連続素振りしてるのに押して続けちゃう方っていうのは中にいらっしゃってて、なので手先でこのヘッド部分、重たい部分を動かして、また動かし戻して動かし戻してってしてる間に、どんどんクラブが逆の8の字こうやって描いてきちゃう人とかがたまにいらっしゃいますね。そう、そういう人たちはやっぱりこの片手から始めたりとかするっていうのが結構おすすめ。そうですね。あともう一つあるのは、結構ダウンスイングに関しては引けてるんですけど、フォローになると抜けちゃって、戻すのにちょっとまた手間取る感じ、引いて引っ張り合いが常に維持できなくて、ダウンスイングは引けてるんだけどフォロー流れて、ここから持って戻してって形の方も多いですかね。そういう時には、まあ、フォローサイドにちょっと流れてしまってるので、イメージとしてそういう方にはちょっと左打ちするようなイメージで、左片手で素振りすると
こっちの引っ張る感覚とかも手に入ってくるかなっていうのはあります。で徐々に左右対称に引き続けられるようにっていうのがおすすめですかね。ちなみに振るときに体、腰を切るとか。そうですね、まあ、あくまでもやっぱこの手の中の感覚がクラブを引き続けて、まあ、効率よく使える感覚が養われた人が、あ、もう少し体の意識をこうした方がいいなとか、球筋をこういう球を打ちたいからもう少し自分の場合は腰を回す量を増やしていこうかなっていうふうに、ちょっとカスタマイズの部分としてはあると思うんですけど、まあ、まず皆さんに手に入れてほしいのはこのクラブを引き続けるっていうこの手の中の感覚を手に入れた方に対して、だと僕たちも体のレッスンが非常にしやすいです。目の前で打ってる分には良くなる可能性あるんですけど、多分僕たちが見てないとこでは結局また違うエラーのとこに偏っていくだろうなっていう想像ができるんで、ぜひこの動画見た方たちとかはこの素振りを習慣にして学芸大ゴルフスタジオに来ていただけたら嬉しいなと思います。手の中の偏差値、これを上げていってクラブの特性とかを感じられるようになっていく。でゴルフクラブって、まあ、7番アイアンだけじゃなくていろんな長さでいろんな重さでいろんな重心の角度でっていうものを一打一打違うクラブを打っていくゲームじゃないですか。なのでやっぱこの中でそれを処理するっていう能力がやっぱりないとゲームとして楽しめないところがあったりすると思うので、なのでまずはこの手の中を鍛えるためにいろんな番手で連続素振りするっていうのがおすすめですかね。体の偏差値より手の偏差値、手の偏差値から先でその次に体でいいと思います。はい。